食生活を改めて見たら内科の先生にねもう褒められまくっちゃいましたって、ね、すごい。高血圧、動脈硬化、そして糖尿病ってね最悪の組み合わせなんですやっぱり。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。しほちゃです。よろしくお願いします。今日はですね、すごく遠くから通ってこられる男性の患者さんいるんですけど、まあ、ちょっと全身疾患と関係ある病気だったから、はい、食べ物を気をつけてくださいねっていう話をして、そしたらね私たちの動画を一生懸命見てくれて、もうその通りに真似してね食生活を改めて見たら数値がどんどん良くなっちゃって、内科の先生にねもう褒められまくっちゃいましたって、ね、すごい。いやそんなにね動画が役に立って、でその方が内科の先生にも褒められて、やっぱ達成感ありますよね、数値がどんどん良くなっていったらね、うん、私が直接言ったこともあるんですけど、その動画を見てくれたおかげでいろんなことが良くなりましたということがあったんでね、これちょっと皆さんにも今日話したいと思ったんですよ、はい、でねこの方はですね49歳の男性なんですけどね、うん、ちょっとこれ読んでくれますか。問診でドクターに何か話したいことありますかっていうようなね内容の小さいメモがあるんですけど、はい、読みますね、うん。5月末頃に網膜中心静脈閉塞症と診断され、6月5日にルセンティス注射を受けました。その後レーザー治療とのことでしたが、それを行う前に院長先生に見ていただきたいと思いました。院長先生の YouTube チャンネルでも取り上げられており、内科的治療にも期待したいと思いました。現状を精査していただき先生のご指導を受けたく三重県より参りました。そう、この人はね三重県から通ってるんですよ。院長先生よろしくお願いいたします、うん、ということなんですよね、うん、こういうふうにねどういうふうに治療したかということを、まあ、書いてくれるとですね問診も取りやすいし、まあ、よくわかるんですよね、はい、まあ、うちはスタッフが問診取りますからスタッフにもよくわかるように書いてくれて、こういうのはありがたいんですけどね、うん、この方はもともと糖尿病があったんですよ。糖尿病があってインスリンも5単位ぐらい使ってるっていうことでね、うん、それからヘモグロビン A1C は、まあ、そんな高くないんですけど 6.5 あると、それから高血圧もあってお薬飲んでると。高血圧、動脈硬化、そして糖尿病ってね最悪の組み合わせなんですやっぱり。血管が詰まりやすいっていうことなんですよ。この場合はですね網膜中心静脈閉塞症って言ってね、まあ、眼底出血の主なものですね。でねちょっと写真をお見せしますけど、これ見るとねあんまり赤い出血ってないでしょ。そうですね、よーく見るとちょっと赤いとこあるんですけど、うん、この目立つのは白い点なんですね、うん、このふわふわした、ね、ものを昔はね綿花葉化白斑、英語で言うとね、うん、コットンウールスポットって言うんですけど、まあ、そういった名前がついてるね種類のサインなんですよ、うん、でこれ何かっていうとね、そこのところで血管が詰まってますってことなんですね。動脈が詰まってるんですけどね、この方の場合は動脈も静脈も循環が悪い状態なんです、うん、血液が回ってない状態の、うんうん、ところがあちこちあるわけですよ。非常に危ないのでいろんなことを気をつけなきゃいけないんですね。でまずどうしたらいいかということなんですけど、この方の場合はまずですね血管がね詰まってしまって、浮腫が起こってるんです あちこちでね、まあ、出血も起こってるんですけど、血管の中の圧力が高くなっちゃってるもんだから、そこからね水が外へ漏れ出すような状態になってるわけですね。血管を締めてあげなきゃいけないんで、ルセンティスっていう注射治療をまずもうしてもらってきましたっていうことなんですね、はい、今後もそれはした方がいいですかっていう一つの質問と、でレーザーするならうちでやってほしいんですけどっていうお話だったんですよ、うん、私が見た感じではね、レーザーが本当に必要かどうかっていうのはもう少し様子見てからでもいいかなと思ったんですね、うん、でただちょっと心配なのは遠くにいらっしゃるからね、すぐに来れないっていうこともあるかもしれないから、まあ、そこだけはちょっと引っかかってはいたんですけど、もう少しね様子を見ましょう、ルセンティスの方はねもう一回やるっていう予定だったから、それはぜひやってもらってくださいと、血管の悪い状態を少しでも回復させてくださいっていうことだったんですね、はい、この方は5月にねそういう診断があって、で6月の末にうちに来られたんですよね。こちらでねさらに何かやれることがあるかなっていうことで考えるとですね、血管が詰まりやすい状況だっていうことはですね、血液をなるべくサラサラにしてあげた方がいいわけですね、うん、ということでバイアスピリンというお薬ですね、血液が固まりにくくなるようなお薬を飲み薬としてね、処方して、あとはまあカルナクリンといってですね、
網膜の一層外側の脈絡膜とかの、ね、血液の循環を改善するお薬があるんですけど、それを、ね、処方して、でまた1ヶ月ぐらいしてから来てもらったんですけどね。そしたらね、かなり良くなってたんですよ。で、良くなった時の写真がこっちなんですけどね、面下葉が白斑ですね。薄くなってるの分かります？はい、うん、上はすごい光って見えるんですね。そうそうね、時間が経ってからこうなった可能性も十分あるんですよ。これね、再発するんですよ、中心静脈閉塞症っていうのは。3割ぐらいの人は運が悪いとね、再発しちゃうんです。2度目っていうのはね、重篤な状態になりやすいんですね。この型の場合はね、かなりこの時点で見えにくさがあったんですね。一応視力は測るとね、 1.2 ぐらいちゃんと出るんですけど、見やすいところでなんとか見てるっていう感じなんですね。で、そこがね、ある程度機能が少し回復すると見え方は良くなる可能性もあるんですが、再発した時の方がうんと悪くなることが多いんです。それを防ぐためのお薬を飲んでもらって、でね、まあ、とにかくこういう状態でね、少しでもお薬で良くなるところは良くなるようにしてもらってね、でまた1ヶ月ぐらいしてっていうことになってるんですけど、まあ、その間にね、2回目に来た時に動画を一生懸命見てくださってですね、でその通りにいろんなものをね、改善していったら内科の数値がどんどん良くなってですね、内科の先生にもうめちゃくちゃ褒められた。そんなね、食生活でやっぱり随分とね、数値が変われば未来も変わると思うんですね、はい、だからね、そういうことはね、やっぱり素直に聞いてくださる方っていうのはね、やっぱり自分の運命も好転させていけると思うんですよね、うん、やっぱりこの方もそうだと思うんですけどね、以前長生きする人の特徴っていうのをお話しした時にね、はい、性格っていうのがあったんですよね。でその性格の中に約束を守るっていうね、誠実さっていう項目があったの、うん、まあ覚えてらっしゃる方いるかと思うんですけどね、要するに約束を守るっていうことは指示をしっかり守ると、素直にそのアドバイスを聞く、フィードバックを聞ける人っていうね、そういう人はやっぱり長生きするっていうね、こういう方はやっぱ僕としてもね、患者さんとして尊敬しますよね、はい、うん、今回はね、本当に感謝されて嬉しいっていうのもあったんですけど、こういうふうにすれば皆さんね、病気を克服できる可能性が十分あるので、病気というものを正しく理解してアドバイスをね、素直に聞いてくれる、そういうのがね、健康で長生きする秘訣だと思うんですね。この YouTube チャンネルで食べ物の動画、うん、結構あるんですよね、うん、やってる甲斐がありましたね、うん、眼科なんで目の話ばっかりっていうわけではなくて、まあ、こうやってね、食べ物の話もしてる理由はその辺にありますのでね、普段の生活に取り入れてくれればと思います。はい、梶原アイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や首脳訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか？私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。どうですかね、皆さん役に立ったでしょうか？役に立ったと思った方はいいねマークとチャンネル登録をお願いします。ベルマークを押すと動画が上がるとお知らせが届きます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。